今日は、たこ焼き道楽わなかさんのですねたこ焼きをお持ち帰りしました。おすすめはもうこのマックス、15個入り。早速食べていきます。こんな感じです。こんな感じです。うまい。あの中がすごいトロッとしてて、あの他のたこ焼きと違うのはもうこれが一番美味しいです。もう最初に食べたのは生徒を大阪オープンに連れてった時、大阪の体育館からなんかホテルに戻る途中にたこ焼きがあって、その指導者の人と、まあ、生徒と一緒にあのこのたこ焼きを食べたのが初めてなんですね。めちゃくちゃうまいですね。これ多分毎日食べても大丈夫です。はい。大阪に行ったらもう絶対食べてほしいです、これ。これって、あの、正しい使い方を教えてほしいんですけど、これってこうやって使うのが正しいんですかね？それとも、普通にこうやって重ねて食べるのか、それとも、あの、こうやって一本でこうやって食べるのか、ちょっと全然わかんないんですけど、あの、知ってる方いたら、ぜひコメント欄にお願いします。うん、めちゃくちゃうまい。昔たこ焼きとかお好み焼きとかと一緒にご飯食べるっていう風にその関西の人が食べるって聞いたんですけど、それって関西の方に聞きたいんですけど、どうなんでしょうか。たこ焼きって僕はあの本当大好きで、卵嫌いだったんですよ。あのゆで卵とか生卵とかもう卵類だ、あんま得意じゃなかったんですよ。でも、たこ焼きだけは小学生の時から食べれて、で、大好きな漫画の主人公が、たこ焼きをこう食べてるシーンが、まあ、あったんですよ、漫画で、昔。で、それ見て、さらにたこ焼き好きになったんですよね。だからたこ焼き食べたら、あの、なんかかっこよくなったりとか強くなったりするんじゃないかっていうのが、その小学生の時のたこ焼きに対するイメージです。これめちゃくちゃうまい。うん。もうたこ焼き職人になりたいです。まあそれはちょっとね、雑記のコーチやってるんであれなんですけど、これ見てください。わなかたこ焼きの素、じゃーん。たこ焼き粉 400g で約80個から90個食べれる。だからこれが今15個なんですけど、それの約何倍だ、計算できないけど、まあいっぱい食べれるという、ことですね。4倍5倍ぐらい、もっとか、6倍ぐらい。このわなかの情熱の歴史、たこ焼きの焼き方動画、店舗紹介、美味しさの秘密はこちらからってことで、その公式サイトが、まあ、ここに書いてあるんですけど、そこから、見られるみたいですね。で、なんか特別なものが入ってんですかね、他のやつと違って。何が違うんだろう。書いてあるのは、小麦粉、食塩、植物油脂、コーンシロップ、ブドウ糖、昆布、粉末、カツオエキス、イワシ、ブシ、粉末、サバブシ、粉末、カツオブシ、粉末、煮干し、イワシ、粉末。これだから美味しいのか。まあもちろんその職人さんのテクニックとかももちろんあると思うんで、それだけじゃないと思うんですけど、もうね、大阪来たらもう絶対これ、食べてください。僕はこれ、ね、これもう、これがあったら、生きていけます。ぜひ、皆さんもですね、召し上がってみてください。はい。それでは、最後に一口食べて、感想を言いたいと思います。いただきます。うん！最高！